奴ら俺たちをどうする気だ。何もかも奪われちまった。その身に慈しみを欲するならば、そこな社に詣でるがよい。自分だけってことか。極めねえと。もうこの村は終わりじゃ。
獲物の使い方くらいあの子にも教えてやるべきだったか。技の終わり、すなわち斬新にて気を整えるべし。さすれば心を静まり、かかる気力に眠りつつも。確か、この森の小屋に、あれで一矢報いてやる。その力、果たして主に御しうるか。ワンの月氏は無垢なる神の子、さまよう小玉はあるべきところで。
惑うつくも神が恩美に慈しみの心あらば、そのおましどころへとお連れしたまえ。すまねえな、俺だって命が欲しいんだ。助かろうと。